おお、ケーキに切られてるな。なんか投げてるな。すげえすげえ。おお、道が変わった。なんだなんだ。はい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 。はいどうもこんにちは。はじめましての方ははじめまして、チャリームと言います。実は初見プレイのマリオパーティー5、これをプレイしていきたいと思います。で、はい、まあファイル名は僕のアカウント名のチャリームでいきます。今日はですね、まあ初見プレイシリーズということで、このストーリーモードをやりたいと思います。よく来たわねってなんか怪しげな人の声だな。ルールはまあいいですね、大丈夫です。あれ、キャラが少なくなってる。確かこのマリオパーティー5では10人ぐらいいます。ストーリーモードだと少し少なくなるみたいですね。じゃあ僕はいつもながらルイジーで行きます。難しいもんけど、まあ初見プレイなので普通で行かせてもらいます。まあミニゲームはもちろんノーマルで行きます。てか初見プレイなのでまずな、ま、何が相手なのかよくわかんないんですよね。なんだ、クッパが出てきたガッハッハ。ここがみんなの夢で出てきたせいか、夢見えるか。いやー、ワクワクしますね。ここにある夢を壊して我が輩の夢に変えちゃうのだ。そうすればここで我が輩の長年の夢が叶うのだ。長年の夢って何年だろう。邪魔が入らぬ、入らないうちに素早く行動開始。クッパ様、そんなに慌てることはございません。邪魔者が来ても私が倒しちゃいます。おう、そうか。ついに特訓の成果を見せる時が来たのだな。よし、いいだろう。頑張ってみるのだ。はい、頑張ります。ギャオー。し、声がでかいぞ。クッパの声もでかいと思うんですけど。ギャオさあ、始まりました。ストーリーモード。大変、クッパが大暴れしているの。このままだと夢の世界が壊されてしまいます。そんなところから入っちゃうの？夢の世界を守ってくれる？守るってことは、ってことは守りにしないとこの先には進めないってわけですね。うん。レイジーさん、お願い。みんなの夢を守って。それにしよう、僕は変な声ですね。あ、今泣きのピオだ。突然ですが、ルイジさんの応援します。キノピオくん、よろしく頼むわね。お、キノピオが味方になってくれるのか。そうか、そういうことか。はい、トイドリームです。ガッハッハ、このトイドリームを壊して我が輩の夢にしてやるんだ。やるのだ。おっと、来たな、ルイジ。我が輩の邪魔をする気だな。する気だな。おお、やる気か。しかし、我が輩が戦うまでもないわ。ガッハッハ。見よ、最強のミニクッパを。
よーく見るのだ。わお。R G B ギャオ。ふっはっは、驚いたか。我が分身たちに勝てるかな。ふっはっは。ではミニクッパ R G B を頼んだぞ。ギャオ。コインしかないんだ。そう、ミニゲームの目的、ミニゲームじゃない。このストーリーモードの目的がよくわかんないな。とりあえずコインだからコインをゼロにすればいいのかな？じゃあ、とりあえずやっていきましょう。ここ無難にこっちに行きましょう。カプセルが欲しいので。ミニクッパスタート。え、みんな？マジで？しかもみんな7だし。うわ、なんだなんだなんだ、おかしいぞ。え？え？何？何が始まるの？決闘？マジか。ミニクッパじいさんが勝てば。なるほどなるほど。ビリキューライトニング。なんだかよくわかんないまま来ちゃったな。飛び交うビリキューをできるだけ長い時間避け続けましょう。ビリキューは地面から突然現れます。常に注意しましょう。ビリキューの間をつなぐように走る稲妻に気をつけましょう。なるほど。とりあえず生き残れたわけですね。なあ、怖え。とりあえずあんま無駄に動かない方がいいです。お、なんだなんだなんだ、勝手に引っかかったぞ。勝った。ミニクッパじいさんなんだけど、ミニクッパじいさんのコインは没収です。あ、コイン、とりあえずコインを没収すればいいのかな。なんだかよくわからないな。なんかいけ、うお、スーパーキノコ、スーパーキノコすげえ。仕掛けられてあるなんて。あ、ミニゲームはないんだ。あー、クソ、マイナスだ。お待たせしました。決闘の時間です。ルイジさんが勝てば、ミニクッパじいさんのコインを15コイン減らせば、すげえ。さっき10コインだったじゃん。ただし、ルイジさんが負ければ、5コイン没収です。では、頑張ってください。対決クッパ爆弾。うーへ、運ゲーじゃん。これ勝てってむずいだろ、絶対。途中から見えなくなりますって。やっぱりな。絶対こういうのは途中から見えなくなるんだよな。9か。じゃあ、ここは一気に減らそう。お。よし、来た。よし、勝った。あぶねー。やっぱこの数字が見えなくなってから1ずつ減らしたのが良かったですね。2減らしたら負けましたからね。ルイジさんが勝ったのでミニクッパじいさんのコインをもらいます。あ、もらえるって僕が増えるわけじゃないんですね。もちろんカプセルはもらいます。しまーす。なんだこいつ、チャラいな。今流行のチャラ男ってやつですかね。機械版の。なんか
怖えな。みんな一気に動くとか。お待たせしました。決闘の時間です。やっぱりなんか、あれですかね。プレイヤーに対する優しさってやつですかね。飛び出せバッタン。隠れてるバッタンは近づくと飛び出します。床の下に隠れて見えなかったので、なんかゴールを目指しましょうって。迷路か、これは。そうか、そうか。いや、実際はこんな多くないでしょ。やばいな。よし。あー、これ結構難しいな。さっきから何回も壁にぶつかったりして、ダメだな。なんかゼロポイントになっちゃった。決闘終わります。まさか負けるなんて悔しい。あ、ゼロコインにすればいいんだ、相手を。逆に自分がゼロになったら終わりって感じですね。さあ、お待たせしました。決闘の時間です。まあ、デュエルやりまくりたわけですね、これは。ふわふわファイト。マジか。同時に押す。何が何でも30回連打しましょう。はい、わかりました。こういうわけですね。よっしゃい。これは結構余裕でしたかね。 A と B を同時に早く押せる方法とかってないんですかね。あったらアドバイスお願いします。お、なんか VS 踏んだ。VS ミニゲーム。なんかネイルが来たよ。お、やったぜ。キノピオありがとう。プププププププじゃない、プクプクだ。潜水艇。一人はレバーを操作して。ああ、そういうことか。ただ休みますってなんだ。目と口を動かすと何なんだ。別に目と口を動かしても何も効果ないと思いますが、とりあえず L と R を同時に押せばいいんですね。とりあえず目と口を開いていますが何もなさそうですね。パチパチ。おお。交代なしで終わらせちゃいました。これぐらいなら疲れない、疲れてないですからね。交代する意味なかったですね。よし。
間なので。なんだこれ、終わらせなきゃダメなのか。クソ、終わらせられないのか。しょうがない。またマイナスか。15コイン減らせます。ただしルイージさんが勝てれば5コイン募集です。では頑張ってください。勝てばいいんだな、とりあえずね。もっともしょーっと。なんかあんま好きじゃなさそうなやつだな。わずかなタワー見えません。見えない。はいはいはい、とりあえず絵を長押しすればいいんですね。見えない見えない。よっしゃー。空気はなかなか見えないな。実際に見てる僕すらわかんないですからね。ミニブリッジさんが勝ったのでミニゲーム R さんのコインをもらいます。はい、これで R の終わりだな。まさか負けるなんて悔しい。あ、マイナスじゃなかった。さあ、一人なのでちょっと寂しい状態ですね。じゃあここで一回切ります。ご視聴ありがとうございました。